ウクライナと広島を重ね、平和に向けた力強いメッセージになった。松井市長らが会見を開きました。各国首脳、説明を受けた方々いずれもですね、表示を見ますとしっかり受け止めていただいたと。これ以上国民を殺さない、こういった街を、ね、二度と作らないというためにどうするかと。 G7 広島サミットの閉幕から一夜明けた今日、湯崎知事や広島市の松井市長らが会見を開き、ウクライナと広島を重ねた平和への力強いメッセージになったと述べました。これ早く戦争を終わらせてですね、国民を死に追いやることのないように、影しか残らない街じゃなくて、こう人々が行き交うね、明るい街にしたいというふうに思われているんじゃないかと。今後も若い世代や世界に平和を発信していきたいとしています。